こんにちはシュタインバッハ大学の石川ですロシア連邦ロストフ州にあるロシア軍の航空基地を12月17日ウクライナ軍が多数の無人航空機を使って攻撃しました攻撃時にはロシア軍の戦闘爆撃機スホーイ34が20機中機していたという情報があります損傷を受けたスホーイ34と思われる写真も ロシアの SNS には上がっているということです今日はこのことについてお話しますウクライナ軍が12月17日の夜に無人航空機で攻撃したのはロシア連邦南西部のロストフ州にあるモロゾフスク航空基地ですモロゾフスク航空基地はロシア軍の第559新鋭爆撃機航空連隊の拠点となっており 戦闘爆撃機スホーイ34がここから飛び立ってはウクライナを爆撃しています。ここはウクライナ東部の国境から150キロほど離れていますがロシア軍に占領されていないウクライナ軍の支配地域からは少なくとも300キロは離れていると言われています。ロストフ州がウクライナ軍の無人機によって攻撃されたことは ロストフ州のワシリー・ゴルベフ知事とロシア国防省が発表しましたいつもと同じようにロシア国防省はウクライナ軍が飛ばしてきた多数のドローンを前期撃墜したと発表しましたこの映像はロシアのテレグラムチャンネルにアップされましたウクライナ軍のドローンがロシア軍によって撃墜された瞬間の映像だといいます この写真は撃墜されたウクライナ軍のドローンだとされていますしかし前期撃墜というロシア軍の発表は嘘だとウクライナ軍は評価していますこの写真はテレグラムにアップされたドローン攻撃で損傷を受けたロシア軍のスホーイ34の写真だとされています 尾翼と思われる部分に白い斑点のような模様がついていますしかも白い斑点のそれぞれの中ほどにはインパクトポイントと思われる小さな点が見られます小さな点でまんべんなく衝撃を加えることで航空機の構造材が強度を失いおそらく飛べなくなった可能性があると想像されます この損傷具合を見て私が思い出したのは以前本チャンネルで10月22日にお伝えしたロシア軍の2つの航空基地へのエイタクムス長距離ミサイルによる打撃でロシア軍の攻撃ヘリコプター計21機が破壊された時の損壊状況です。こちらが10月の攻撃で損傷を受けたヘリコプターの写真です。 一見大した損傷は受けていないようにも見えますが、よく見るとたくさんの古弾が飛散して、機体のあちこちに小さな損傷を受けていることがわかります。この時のヘリコプターの損傷状況と、今回のスホーイ34の損傷状況とは似ているように私には思えたのです。 攻撃の手段は前回はエイタクミスミサイルで今回はドローンとで異なってはいますが今回のドローンにも爆発時に小さな小弾が飛び散る仕組みが組み込まれていた可能性があるようにも思えましたロシア国防省によれば今回ロストフのほかにもボルゴグラードやリペツクに対してもウクライナ軍がドローンで攻撃を行ったとしています。 そのドローンの数は合計で33機だったとロシア国防省は発表しています今日はここまでします最後までご視聴ありがとうございましたチャンネル登録といいねボタンもお願いいたしますそれではまた